さあ、始まりました。森哲チャンネルです。さあ、やっていきましょう。2023年度第3回英検1級の語彙問題の解説していきたいと思います。なかなかいい問題だったんじゃないでしょうか。やっぱり過去問やってればわかるっていう感じですね。過去に出たものがいっぱい出てたな。やはり出た単をね、ちゃんとやっておけばできたんだろうなという感じですね。データ単の出題データをもとにいろいろと分析していきたいと思います。まあただね、一部の辞書には載ってないものも出てたんで、あ、こんなのも問われんだなと思いながらやってました。ただ過去に出なかったものが一個もなかったんですよ。今回は全て出題されていたものだったんで全問正解できるっていう感じですね。 AA 辞典とか普段から見てる人が強いかなと思った。で、正解はできるけど、え、この用法ってどういう意味だろうとかっていうのはありましたね。では見ていきますね。最初がプロファウンドですね。はい。まあ、いわゆる大学入試とかだとプロファウンドエフェクトみたいな感じで、すごい影響みたいなね、意味で出ることが多いんですが、今回プロファウンドワーズだったんで、言葉だったんで、いわゆる深いってやつですね。で、登場していました。3回目の出題で初めての正解になってますね。うん、そうなんだ。1級からすれば、まあ基礎レベルの単語ですね。で、次が smother。smother っていうのが、まあ、いわゆる窒息死させるが有名なんですけど、今回はですね、過保護であるっていう意味ですね。そっちで出てきました。smother 何々 with なんとかで、まあ with kiss だったらそのキスでね、もう窒息死させるみたいな感じで、それをこう覆うみたいなんですね。包み込む的な意味があるんですよ。で、それで過保護にしちゃってるっていうですね。なんか娘でしたっけ？どこへでもついていくみたいな過保護の意味で出てきました。4回目の出題で初めての正解になりますね。選択肢自体には何度も出てたんですね。で、次が impunity ですね。はい、これは何度も出てるやつですけど、まあ免責ってやつですね。いわゆる罪を問われないってやつ、大統領だからといって罪を問われないみたいな、なんかそんな文脈だったと思うんですけど、はい、with impunity の、ね、形で登場して、これで毎回出てるそうですね。正解になってる時は。はい、5回目の出題で4回正解なんですけども、4回とも with impunity の形で出題されてるということです。次が、アラマンですね。はい、これも何度も見てるな。5回目の出題で4回正解になってるから、もうこのチャンネルの動画でも何度も取り上げてると思うだから、まあ、頑固なっていうやつですね。硬いっていうところから来てるんで、で、まあ、副詞でも使います。アダマントとかっていうので使うんですが、be adamant that ですね。はい、もう、かたくなにこうだというってやつですね。その形で登場してましたね。次が plummet。はい。まあ、これも基本ですね。まあ、IELTS とか受ける人たちは絶対できなきゃいけないです。こう、急落するってやつですね。plunge とかとさ、スペルも似てるんで覚えやすいんですが、6回目の出題で4回正解。あ、やっぱ結構出てますね。やっぱ今回ね、だいぶ何度も何度も出題されてる系が多いなと思いましたね。次が destitute。はいはい。貧乏なってやつですね。4回目の出題で3回正解。お、これもやっぱり正解になる確率の高い単語ですね。で、続いて adept、あ、be adept at の形だったかな、出てたのは。なんか熟練したとかですね。これもまあ知っておかないといけない単語ですね。7回目の出題で5回正解。あ、これも多いね。何回も出てるわ。次は decimate。あ、はいはい。2回目の出題で初めての正解ですね。こうなんかを、まあ殺すっていう意味なんですけど、そこからこう減らしちゃう、壊滅させるとか、幻滅させるとか、そういう意味の単語ですね。僕はなんか自然破壊的なものでしたっけ、出てたのは。はい、次が intercept。ですね。はい。まあ、インターセプトは日本語になってるので、途中ですね、インターの中でセプトが掴むですから、この間でこう止める、途中で捕まえるっていうやつですね。動詞だったよね。名詞だとインターセプトになるよね。はい。途中で捕まえるという文脈で出てました。7回出題されてて、あ、初めてなんだ、正解になるのは。ええー。まあ、日本語になってる単語ですからね。まあ、その、スポーツやってる人ね、よくパスの、パスカットすることをね、インターセプトっていうよね。次、ヴァンダリズム。これも何回も出てるよね。破壊行為ですね。バンダル族から来てるやつでしょ。2回目の出題で2回正解。あ、100% 正解になってますね、今のところ。次が conscription。ああ、はいはいはい。まあ、日本はあんまりだけど、他の国ではよくね、言われる、徴兵制だよね。3回目の出題で、あ、2回正解になってますね。まあ、徴兵に関してはやっぱ、新聞とか読んでれば出てくるからね。うん、まあ、アメリカのものでもね、はい、読んでたら出てくることありますね。続いて、pristine ですね。多いな、これ何回も見てるな。7回目の出題で5回正解。めっちゃ多いね。何度も出てるね。全く汚れてないってやつですね。今回本だったね。本が新品同様っていうので出てきてましたけど、よく出ますね。続いて、recoup。あ、これもよく出るな。あ、4回目の出題で4回正解だ。100% だ。なんか取り戻すってやつですね。なんか損失があって、その損失を取り戻そうとしたみたいな文脈で出てたね。次が、mutiny。あ、これはレベルが高いかな。反抗とか、抵抗、反乱みたいな意味ですよね。2回目の出題で初めての正解だ。あ、
初正解ですね、こいつは。続いて15番、デインティリーですよ。そうですよ。この単語ね。なんかおままごとの話だったよね。想像上のみたいな。なんか女の子が、こう上品に、こう並べてるでしたっけ、食器を。そんなような文脈でしたね。4回目の出題で初めての正解ですね。この単語はちょっとむずいかなと思った。次、presumptuous ですね。presumptuous 自体は何回か出てるよね。あ、5回目の出題で3回正解で、厚かましいとかおこがましいみたいな、なんかそういう意味なんですけど、presumption っていうのがその仮定とかですね、 presume って言った場合にこう先を読んでこうだと推定するみたいな意味なんですけど、そっからなんとかだと思うとか、もう自信満々にこうだっていう風に思うみたいな意味になって、そっから自信ありすぎでしょそれみたいなね、という感じで使われるようになりましたね。だから招待もされてないのに何服の準備とかしちゃってんのみたいな、確かそんな文脈でしたよね。パーティーだったかな。次がexasperate ですね。はい。これも何回か出てるよね。7回目だ。うわ、多いな。7回の出題で、あ、2回目の正解なの。そんなに正解にはなってないんだね。こうなんか怒らせるとかってやつ。怒ってソーシャルメディアに書いたみたいなやつでした。続いて、地蔵ですね。あれだよね。地蔵は彫刻刀。こういうやつね。あ、4回目の出題で2回正解。これトイックにも出たことあるよね。確か彫刻の話で。これも彫刻でしたね。続いて、rebuff。6回目で出題で4回正解。めっちゃ出てんね、リバフって。この拒絶するみたいなやつですね。はい。僕、トフルのライティングでよく使ってました、この単語は。リがあるので、これ反対だから覚えやすいやつですね。続いて、スポラティック。はい。スポラティックっていうのは時間にも使うし、空間にも使うやつなんだよね。今回は時間で出てたね。7回目の出題で4回正解。お、多いね。だから断続的になんか雨降るみたいな、そんなやつじゃなかったでしたっけ。だから不定期に起こる、時折起こるよみたいな時にも使うし、このまばらな状況、空間としてね、使われたりする。こともあります。次、rapport。なんか良い関係、build と使ってたと思うけど、そうですね。良い関係を築くみたいな時とかに、その関係とか調和みたいな感じで使われる単語だよね。3回目の出題で3回正解。で、あ、100% じゃん。まあこれはいい単語だと思いますね。こっからですよ。こっから熟語。はい、厄介なやつですよ。うん、最初が bow out ですね。4回目の出題で2回正解。なんで、まあ身を引くとかってやつ。なんか引退するよみたいな文脈で出てたと思いますね。なんか、はい、やめまーす。アウト出まーす。みたいなね。覚えるといいかもしれないですね。お辞儀して出ていくって覚えとけば忘れないでしょう。で、続いて、rifle through ですね。はい。こう、くまなくこう探すってやつだよね。バッグの中をこう探してたよね。なんかまあ盗んだりするときに物色するみたいな感じでもよく出てくるやつね。あのライフル銃と同じスペルですけどね。5回目の出題で2回正解。あ、もう5回出てんだ、それでも。次はヒンジオン。あー、これまでちょっと有名ですね。6回目の出題で2回正解。何々次第だっていうやつですね。はい、まあだから depend on とかと似てて同じ音形なんで覚えやすい。次は fire away ですね。4回目の出題で2回正解。まあなんか質問を始めるとかって訳されるやつですけど、まあ、命令文で使ってましたね。Fire away。まあ僕は河合塾でね、英語だけでやる授業やってたんですけど、その時よく shoot って言ってたんですけど、その質問が来た時に言えっていう意味です。ね、はい、いいよ、質問言ってっていう時に使う。だ似たような意味ですね。Fire away って言ったら、ああ、どうぞ、質問してっていう意味です。4回目の出題で2回正解だから。まあやっぱ今回は初出場とか初めて出てきたやつがなかったですね。一単語も一熟語もないんですよ、初めて出たのが。だからもう本当に過去に出たものをやっておけばよかった。珍しいんじゃない？久しぶりだと思いますよ。一選択肢もなかった。まあだから確かに見てた時に、あ、見たことない選択肢がないなって思いながらやってたんで今回。まあ珍しい回だったと思いますね。はい、それでは実際出た単をやってみましょう。今回はじゃあ名詞いこうかな。フィアスコ大失敗。お、他の選択肢のやつも出てるんだね。Propensity は傾向。Respite 休み。Vent と聞こう。Clout はこれオーダー。Rebuke は非難ですね。反対。Solace 安らぎ。Figment は効果じゃない、空想か。しまった。Animosity は敵だ。怖かった。Smear はシミ。あー、しまった。1個ミスった。なんでフィグメントなんて、あ、エフィカシーと間違えてるのか。効き目いいですね。はい、間違えた単語の意味も調べることができるっていうのはとてもいいですね。で、いろんな辞書飛ぶことできますんで、これね、フィグメント、こうやって、はい、
僕は物書き堂に飛ぶことができるんで、ジーニアスで見たりとか、ランダムハウスで見たりとかね。この元々の語源はでっち上げるから来てるんですね。作るっていうのが語源だったわけですね。とか、あとはデータ見ると、どれだけ出題されてるかとかっていうのも見れるんですよ。こうやってほら、何年の何回とかね。すごいデータですよ、これ。さらに、いろんなところに飛ぶことができるんですけど、辞書だけじゃなくて、Google イメージとかね。まあ僕はよくユーグリッシュを使ってます。動画内でどのように使われるかっていうのが見れるんですよね。What's a figment of your imagination?おほら、イマジネーションと使うんだね。The past is done. The future, that is just a figment of your imagination. やっぱりイマジネーションだね。As in, our prime number is just a figment of our collective imagination. お、これもイマジネーションだ。Existed, or whether that was like a figment of some people's imagination. ということで、イマジネーションとよく使うんだなっていうのがわかるし、実際辞書の例文もそうでしたね。Just a figment of his imagination みたいな、just もついてるの多かったね。というように、実際の使われ方ですね。どんな風に使われるのかっていうのを調べることができたりします。はい、ぜひともね、こういう風に英語の勉強に役立ててもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、データ欄は概要欄に貼ってありますので、ぜひともそちらからダウンロードしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.